大分県道696号高崎、大分線は、大分県湯布市から、大分市に至る一般県道である。湯布市波佐間町高崎から、大分市小石港町に至る。文国二一の宮の一つである母蘇原、八幡宮へのアクセスルートであるとともに、下八万で、大分市道、大分港、 各線と接続し、市街地を経由せずに、別大国道と東九州自動車道を置いた IC、脇田地区をショートカットする生活路として利用されている。2019年末現在、大分市大和高崎大城八幡までは未改良区間であり、協商区間が存在する。また、終点付近では、日豊本線、原井川橋梁があり、 高さ3.5メートルの制限区間が存在する。この部分も協小区間であり、橋桁や橋梁本体と接触し、橋梁点検による列車運転見合わせが発生する事故が多発している。また、協小区間ゆえに慢性的な渋滞が発生することから、この区間の改良工事が2020年春行を目標に実施されている。これに伴い、 40年来長らく設置されていた母原、母ソハラ、ヤワタグのオートリーが2019年末に撤去され、2020年5月に4代目となるオートリーが設置された。大分市浜の市の母ソハラ、ヤワタグのオートリー、ABC 九州旅客鉄道大分支社。鉄道橋への衝撃事故防止のお願い。大分県トラック協会。2020年1月7日閲覧。 原井川可同郷について、大分県、2020年1月7日閲覧。中村博士、エトール、JR 軌道直下低土かぶり部における R&C 広報の試行報告コンストラクション、レポートオブザルーフカルバートメソッドオブスモールオーバーバーダン、シックネスアンダーザレールロード、西松建設技法41、 1>, 1から6、https コロンスラッシュスラッシュ www.nishimatsu.co.jp スラッシュソリューションスラッシュレポートスラッシュ pdf スラッシュ vol41 スラッシュ g04103pdf 豊か着2018高崎大分線大分県大分土木事務所2020年1月7日閲覧 大鳥居が、朱色に一心をいたしの母ソハラヤワタグ、地域のランドマークに置いた合同新聞。ありがとうございます。